アラズ・アブドゥラ・オール・アブドゥラ・イエフは、アゼルバイジャンバクー出身で、同国代表のサッカー選手。キプロスファーストディビジョン・アノルトシスファ・マグスタ所属。ポジションは MF。2007年に、ネフチバクーのリザーブチームに入団すると、翌2008年10月5日にトップデビュー。高いテクニックを見せつけた。決して諦めない、プレースタイルから、バクーのブルドックの愛称が付けられた。 2009から2010シーズンは、出場時間が増え、ある程度持ち味を発揮できるようになった。国内リーグの3月の月間 MVP を受賞した。シーズン終了後、ロシアのルビン火山が獲得に乗り出し、一時は徹底の報道もなされたが、破断に終わった。代わりに2010年5月、エバートン FC に移籍することが決まった。 外国人用労働許可証の発行が認可された場合、2年契約となる。遺跡金など詳細は未公表。トップデビューからわずか6日後の2008年10月11日の 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選対フィンランド代表戦に出場。16歳と6ヶ月での出場はアゼルバイジャン代表における史上最年少記録である。フル代表とともに、 アンダー21代表にも選出されている。ここでは背番号7をつけている。ありがとうございます。